田代正史被告、バカ伝共演の志村健さん忍、いつかあの世で一緒にコントを。覚醒剤取締法違反などの罪に問われ、一審仙台地裁の判決を不服として控訴している、元タレントの田代正史被告、63、が30日、自身の YouTube チャンネルを更新。新型コロナウイルス肺炎のため29日に亡くなった、志村健さん、享年70を追悼した。田代被告は、フジテレビ系バラエティ番組、志村健の大丈夫だや、志村健のバカ殿様で、志村さんと共演している。田代被告は、志村健さんへと、題した動画で、僕は、志村さんの急逝のニュースを見て、志村さんより僕が行くべきだったと思いましたと胸中を、吐露。志村さんは、今のこの世の中に、笑いを届けるために必要な人でした。悲しくて、心の整理がつきません。一番湯が乗っていた頃に、たくさんの番組でご一緒させていただいたことを幸せに思いますと共演の思い出を振り返った。最後は、笑いに必要なこと、大切なことをたくさん教えていただいてありがとうございました。いつかあの世で、また一緒にコントをさせていただけたら嬉しいです。安らかにお休みくださいと、志村さんをサインが。